え,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 え、何これあ、俺が作ってたやつだ途中でやめたやつだ何ここ驚いたわもうちょっと無理これ中止ごめんねおいどんだけあいつ監禁状態に置いてたんで俺のことよふざけんなよな,なんかおはよう <laughs> ずっと監禁されてたからさ来れなかったわ仕事すまんね大人も子供も姉ねさまごきげんよう ゴールはい、ということで、タヌキャンジングでの一日がスタートいたしましたということで、ね久々に出社したエソちゃんでございますが、まあね、一番最後の動画では、まあ、無法地帯だった作ったは、まあ、どれぐらいね、もう環境は整ったのかみたいな、うん、治ったのかみたいな、そういう動画を撮ったんですよ。うん、ただまあ、無法地帯ではあったね。うん、だから、あれからね、なんだかんだでね、もう僕も半年以上経ってるわけですよ。うん な見に行こうかなと思って抜チェック、うん、だから相当エロ書きどもがさ、もう多分、ばっこしてるでしょ。うん。なんでちょっと、見に行こうかなと思います。ねちょっと、つかごらん。つかごらん。やってまいりました。作ったね。ね凄さまじいでしょ。うね評価久々にちょっとちらっと見るわ。うん、どれぐらいあれから評価伸びたかね。ええええもうないのえ、された？ マジかよ。おい、ふざけんなよ。おま、評価もらってねえぞ、お前。ふざけんなよ、ザネえおめえ勝手に人の施設消しやがって。ふざけんなよ。いやるわ。じゃあ、見ていこうか。そうだ、人気機能が廃止されて、施設から見るようになったんだな。で、施設はまだ、やべえやつがいっぱいだと。ああ、もう施設。<laughs> 施設もう大抵学校がやばいから、うん。キッズどもは学校に集まっからな、うん。ここのハピモリキッズどもはな。どんだけ投稿すんだよ。なあ。女の子は見た方がいい。さくらちゃん。ああ、じゃ、これらも結構すごいね。女の子は見た方がいい。じゃあ見てやろうか。うん、女じゃねえけどよ。見てやるよ。じゃあ行くか。え、そそか来たよ。ああちょっと待って。ちょっとさくら。さくら、すげえなんかまともに作ってんじゃん。ねえ。 学校。うん。学校図書室と保健室しかねえのかよ。なんだその偏った学校は。ねだからちょっと怪しいな保健室が、ね。結構字は上手いけどな、桜な。上手いぞ、字は。出てきて、デン。あえ、まともじゃん、桜。ね男の子の俺が見ても大丈夫だからね。だから別に女の子はね、外して男の子も見てえにしようよ。いいじゃん。え、真面目じゃん。ああれ治ったあれ、ハピモリもしかして改善された いや、もう最高じゃん。ちょっと、作った警察の俺もさ、ちょっと今あの、和むムードに、うん、感動しちまったな。いや、わかってるじゃん、さくらもういいよ。満点ねえ、満点お笑い。おい、治っちゃった。もうさくら隠さないでうん。隠さなくていいよ。素晴らしかったから。うーん。次や高膜感再現。ああこれは、東方かな。うん。お、まともじゃん。 女湯入るつもりエロいねいやまあ男入ろうとしたら、そはエロいです問題じゃねえだろ。犯罪だから。それは。ねえ、女への目の前にランチ置いとくなよな。なんかオムレツをよ。ランチ、500ベル。ランチ、500ベル。食いたかねえだろ、そんな下に置いてるやつよ。な誰が食いてんだよ、床に置いてあるやつ。ねえ、女ってじゃめちゃくちゃうまいけどな。え、ね、え、まあ、まあでもこれはそんなにね、多分ね、ああ、まあエロ釣りじゃない気がするんだよな。ちょっと、期待を煽るような。 感じなんだろう,うるせえうるせえ歓声がさっきからななんで歓声がこんな流れてんだよなナオンピ相談聞いてくれる方来てじゃあ聞くよ俺が、うん、動画で聞くわナオンピどんな相談のなんかすげえ話してるけどナオンピちょっと字読みずれ字読みずれこれなあじゃあちょっと読むかねどうけゴミどもちょっと見ようかな、うん、ここから読んでうんかわいいね 生理の相談をしていますいや、わからないな。わからないな。すまん。俺、一番わからん、そこは。ああ、そうですか。ああ、なんか、す、すいません。あの、これ、僕の視聴者の方でわかる人いたら見てあげてください。僕わかんないんで帰りますね。さすがデリケートなんで。ごめんなさい。見た目は女。中身は男でございます。申し訳ねえ。これはなんだ うん、ああコンテストおでもなんかまともになったな随分とあれエロガキどもの巣窟じゃなかったこうなんかいろいろエロガキどもも淘汰されてったんだろうなうん中に入ったら許されるおいおいこれだよついに出会っちまったようだな絶滅危惧種のエロガキおい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 ラストワン 出会いのエロタイム <laughs> な。なんでそ、詩人見てるやつが多いのちょっと、ねえ、気になっちゃうかな、ね、出会いのエロタイムってなんでさ、そお前、才能あるなちょっと悔しいけど、才能あるな出会いのエロタイムって何やねん。もうなんかやべえの飾ってあったしな、な見ないようにしとくけど。何やねん、出会いのエロタイムって。こんなとこでエロスト飾んなよ。男、女、エッよを、いいけど、全部脱いで。もう何度だろう、この時点だよ。 まあ一応ちょっとここ今モザイクかけてますけども、なんか、ドキツイの書いたんだよな。もう気持ち悪い。なんだこれなえ下手か。おいこいつ性癖歪んでんな。マジで。おい将来が思いやられるよ、マジで。出会いのエロタイムがもう、とんでもなかったぞ、お前マジで。で今、まあここにもモザイクかけておきますけども。エロスト P 入れるよ。ね入れんな、入れんな。なあ。動物の森でやることじゃねえだろ。 おい、とんでもねえやろ、多いな、ほんとによ。やっぱここはよ。マジで、なんか濃縮されてたぞ、マジで。なんか最初にさ、いやー、なんかいいやつ多いなー、みたいな、見てたらさ、とんでもねえやついたわ、な。狂ってるやついたわ。まあまあまあ、この辺はもうね、やっぱこういうのが一番いいんですよね。だやっぱ、あいつだったな、狂ってんの。ななかよ、あいつ。なあ、あれ狂ってるわ。 あ、ラブストいいんじゃん。おい、大好きなラブスト、春菜のラブスト、ちょっとラブスト見ておが久々に。ラブストめっちゃ面白いかな。俺ラブスト推進派だから。うん。じゃあ先生の作品、ご拝読させていただきやす。あ、これは9かな。皆さん、皆さん大変お待たしました。ねえ、あれお待たしましたってどういうこと <laughs> 背が抜けてんのジュネタリンガー。 ラブストサイゴンって邪魔邪魔じゃ読めねえ読めねえ読めねえ,読めねえとどけこいつらなサイゴンなんだよね最後でしたよね知らん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 そんなじゃあこの…あここっからかなじゃあエコーがエコーが消きすぎなんじゃラブストーリーリンサキソラユウ、その他クラスメイト大事なことああなるほどねリンはガンのため痩せ細り立つことができなくなっていたいやー重い,いきラいストーリーがー重いよ 私死んじゃうの金知ってる末期でも治るのあるみたいえ本ほんとうんてんてんてん重いよお話が林さんこれが最後です医者はそう言い治療を始めた3週間後なんか元気出てきただね 天 <laughs> 提定理あると元気出てきてるよ見えないからね。わい大丈夫うん。なんとか。曇りがせ薬,薬が効いた。うんってもうなぞられちゃってもね。ねえ。効いたのかなみたいなちゃってもね。僕たちの薬だよ。えありがとう。でもなんで それはでいや、医者認可されてねえやつじゃん、それ。大丈夫なんで医者として使おうと思ったのいや、破医者でしょ、だいぶ。で、ね、小学生が作った薬でしょいや、使うな、使うな。やばいっしょ、それ。なあ悪化するわ。じゃ、これ感動の最終回かなうんどうなるのかって。あ,あ薬の効能はと。ある病気になっているきり、癌にならないって、わかるかあ、ある病気になっている限り、癌にならないって、わかるか まあああそうなんだその人がその人型病年金を見たん入れたんだあその人がその人型病年病年金って何だ病原金のことえっ心配はいらない大丈夫だからいや心配しかないでしょねえなんか別の病気切れるだって心配しかないでしょうん リンがついに退院できたでも普通なら治らないはずああ続くんだああそう普通なら治らないはずってなんか謎の薬と病原に入れたからでしょ治ったんかも、ね、また別の病気が再発したらどうすんだろうね,ねえ怖え話だなだいぶなんか春菜先生のさ創作に対してさつべこべで言うのはさ俺はなんかちげえかなとは思うんだけどさ一つさ俺がやっぱ気になった点言わしてほしい うん、医学者ってさかなり重いストーリーだからもうちょっとさ医学的知識をつけてからさ春名先生にはさ創作に臨んでもらいたいな俺は、うん、春名先生もうちょっと伸びると思うから、うん、これからの人だと思うから、うん、そこだけはなんか春名先生批判されたくないからブラ、うん、ックジャックよもういまだチャンネルに登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい 君が動画を求める限り、こわらずゲームショーは、YouTube に存在し続けることを、ここに宣言する。